私が心に残ってるのは、テイルズ・オブ・ディスティニー2に出てくる敵キャラのバルバトスが戦闘中に言ってくるセリフです。術に頼るな、この雑魚が。いや、アイテムなどを使ってるんじゃねえ。そして、男に交代の文字はねえ。です。はい。こんな感じじゃなかったはずなんですけど、僕すごい覚えてるのは、お前の、命だ！ってやつですね。命立てたなぁ。そうそうそう。そらそうだ。すげえ覚えてる。はい。ね、これはもうバルバトス依存症ならぬ、若本さん依存依症で存す症ですね。完全にね。はい。俺はもいう、かがでしょうか。穴子さんにも興奮できる人だね。本当ですか？え？じゃあこんなラブプラスはいかがでしょうかっていうところで、3人チョイスすると、そうですね、同級生なのに若本さん。穴子さんだね。で、先輩役が堀秀幸さんで、後輩で辰木さんとか。声確かさん。うわ。みんな声やばいぞ。すげえ。すごいぞ、すごいぞ。どうやってコミュニケーション取ればいいだろう。そうそうそう。ねスキンシップ取っていいのかな。週の真ん中、水曜日だ。ある。ある、ありだと思う。紹介しよう。私のパートナーだ。ああ、もうそれ、通信したいわ。彼氏通信したいわ。そうそう、彼氏通信。多分戦闘始まるぜ、それ。あなたのことを待ち伏せなんかしちゃったりなんかして。一緒に帰らないですことよ、って。燃えるわ。燃えるな。俺の髪型、本当にこれでいいんですかね？ ブーンの髪型は今一つしかないでしょ、って。たつきさんも取り込み画像でやるわけだね。やべえ。ああ、濃いな。大変だ。